よし、マーライオン。僕なんて先ほどの椎茸を食べるんだ。そうだ、シンガポール行こうと思ったからキノコ探しの旅 in シンガポールに行ってきたよ。7日間で17万歩、110キロ歩いてきたから、行ったところやったことを軽く紹介しつつ、見つけたキノコ関係のものを紹介していくよ。中国から移住してきた華僑の人たちが多いからキノコ料理が多いはず。ワクワクするね。関空からスクート航空で往復5万5千円。やたらとカラフルが多いシンガポール、キノコもカラフルなのかな。派手やな。夜の11時に MRT という地下鉄でブギスという場所に到着。ビザタッチでスイスイ乗れるのが最高だったよ。水道管破裂かな。路上でウェルカム噴水も浴びれたし、11時半に日本の誇りカプセルホテルに到着。ヒジャブをかぶった受付の方が夜中にもかかわらず優しく説明してくれて気持ちよくぐっすり。さあ、キノコ探しの旅へ。田舎出身だからかもだけど、超都会な街にびっくり。さすが2024年 IMD 世界競争ランキング1位なだけあるわ。あと植物は至るところにあるけど、さすがにキノコはなかったよ。急に現れたんだけど、これ日本が占領してた時の死者の慰霊塔だそう。誰もいなかったけど、日本人なら一度は寄ってみるべきだよ。そして景観が素晴らしい。そしてめっちゃ蒸し暑い。日本の夏よりちょっとだけマシなぐらい蒸し暑い。マーライオン、はい、見えてきましたよ、マリナベイサンズ。うわー、すっげー。もうシンガポールといえばあのマーライオンも見えてるんだけど、意外と大きくて予想をいい意味で裏切られたんだけど。ちなみにマーライオンのマーはマーメイドのマーだって。すげえ。結構消防車の消火活動以上に出てるかも。正面から見れるようにデッキを作ってくれてるのがありがたい。マーライオン、今回の旅の相棒コロットシイタケのコロちゃんと記念撮影。よし、マーライオン。僕なんて先ほどのシイタケを食べるんだ。あー、もう無理だよ、そんな食べれないよ。そんな食べたら、あ、はい、吐いちゃう。マリーナベイサンズともパシャッとな。すごい、マリーナベイサンズにマーライオンが入ってます。でシイタケも水をかけられると。マーライオンの水で乾燥シイタケ戻したい。オリジナルと言われる小さいマーライオンも見ておこうかな。ちなみにマーライオンは新しくなったばっかりで非常に。コロちゃんとパシャッとな。途中でレイシというめちゃくちゃ苦くて硬いキノコの生えてる途中みたいなオブジェがあったよ。おお、ここがシンガポール朝食の定番カヤトーストで有名なヤクンカヤトースト本店か。めっちゃ並んでる。よくわかんないからザクザクのとふわふわのどちらも頼んでみたよ。合計 10.5 ドル、2024年5月現在で1シンガポールドルは115円だから合計1210円。まあまあするね。トロットロのキャラメルみたいなカヤジャムというココナッツミルク、卵、砂糖でできたジャムにバターががっつり入ってて体に良くなさそうだけど、これが美味しいのなんの。一緒についてくる温泉卵につけて甘さを調整して食べるらしいよ。美味しすぎてオリジナルカヤバーガー作っちゃった。甘さのダブルデッカーだ。あとコーヒーはコピと呼ばれててコンデンスミルクが入ってるのが一般的なので結構甘め。他にもコピ C とかコピ O というオプションがあるけど、詳細は調べてみてね。気づいたらチャイナタウンに来てた。100人乗っても大丈夫そうなもんもあったよ。中華街なのにインド系のお寺なんだって。雨の日も靴脱いで裸足で入っててびっくりした。
自動販売機でポカリスエットが2ドル230円ぐらいで売ってた。マックスウェルフードセンターに来たよ。ここが中華街で有名なポーカーちゃんかな。わあ、いっぱいやな。11時。ごめん、ポーカーちゃんは後で出てくるお店の名前で、こういう形式のフードコートをホーカーというんだって。ここでキノコ料理を探してみたけど、ちょっと見つからなくて残念だった。めっちゃ暑い。有名なティンティンハイナンジーファン、ちょっといくらか忘れちゃったけど、1000円は言ってなかったよ。暑い。Thank you。ハイナンジーファン。うん、うまっ。甘いのかと思いきや、そんなに甘くなく、うん、やな。これ香辛料の香りがする。このタレは何でしょう。めっちゃ辛いめっちゃ辛い。これデスソースより若干辛くないぐらい辛い。相席になった地元のイケメンのお兄さんと話してると、ナイトサファリがおすすめって教えてくれた。お礼に日本のお菓子をあげたらめっちゃ喜んでたよ。キノコなかったけど、ドラゴンフルーツジュース美味しそうじゃない。スタバのベンティーサイズで3ドル、345円。美味しすぎて日本でお店開きたいレベルだったよ。次は地元の産地直送みたいなお店でキノコをチェック。山椒椎茸。しいたけ。あったあった。黒子と白玉子は下のブナシメジと白ブナシメジの価格だったね。1袋1ドルだから115円。これが115円。結構まあ大きなしいたけ。あ、三シンガポールドル350円。まあ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 、日本とあんま変わりない。ちょっと高い。しいたけは香り粉で1袋3ドル、345円。金賞しいたけっぽいけど、価格としては日本と同じから5割ほど高いという感じだね。キクラゲも3ドルで345円。幅10ドル、高14ドル。これはぬくいから大変やな。氷がすごいっすよ。なにこれ、なにこれ。ハエおる、ハエおるって。キノコじゃないけど果物の王様ドリアンも今回の目的の一つなんだよね。ちょっと匂うけど、思ったより臭くないから安心して。猫山王マオシャンワンが最高のドリアンらしいよ。ちなみに公共交通機関には持ち込み禁止なんだって。果物の女王マンゴスチンもあるじゃん。フルーツのキングとクイーンが揃ってる。あとこの看板、押したら買うべしって書いてある。うわー、見た目ポポーか巨大な芋虫みたいに見えるんだけど、思ったより高いし、また後でチャレンジしよう。ジェンジューファン、何タピオカと思ったけど、パールスクエアという団地っぽかった。初めて椎茸が入ってる料理を発見。その名も生麺。英語だとクリスピーになってる。生なのにクリスピーとな。でも食べたばっかりだからスルーしちゃった。チャイナタウン駅の入り口は結構おしゃれ。歩いてたら日本のハトもいるし、独自のハトもいて、バラエティ豊か。しかもさすがチキン大国、鶏も普通に歩いてる。おいしそう。意外とキノコが少ない。暑くて熱中症になりかけたから、一旦帰って休んでから、ミシュラン一つ星を獲得したことがある豚肉の、なんだろう、なんか麺。キノコはスープに入ってるのがキクラゲかと思ったら海藻みたいなのだった。豚のレバーも入ってるんだけど、癖が強い。個人的には正直美味しくなくて残念。リピートなし確定。ミシュランさん、これ星一つって調査員さん熱中症になってたんじゃないかな。リトルインディアというインド街にあるムスタファセンターに買い物に来たよ。四つ葉牛乳が1本 6.95 ドル、800円。
ヤクルトも10本で800円、超円安なのにこんなにするんだ。あとコストコの椎茸クリスプも売ってたよ。帰りにアズミレストランというインド料理屋に寄ったんだけど、店員の兄ちゃんがチャパティとキーマがおすすめって教えてくれて、マンゴーラッシーもいただいたんだけど、マンゴーラッシー神的に美味しかった。ドラゴンフルーツ超えたかも。キーマは甘くもなく塩味ベースでちょっと辛め、チャパティは手がベットベトになるくらい粉と油分がすごくて意外とお腹にくるから気をつけて。ウェットティッシュは必須だよ。帰り際に日本のお菓子をあげたらキッチンの人に自慢してた。いきなりだけどマリーナベイサンズの噴水ショー、動画より実際に見る方が27倍迫力がすごい。そして戦場のメリークリスマスが流れるのが激アツだよね。この渦もすごい、直径8メートルぐらいあったからナルトの渦潮に匹敵するんじゃないかな。次の誕生日迎えられるくらいまでずっと見てられるから注意してね。ちなみに下はこうなってた。おしゃれすぎて田舎しか知らない私にはもはや毒だったよ。この日は3万歩歩いてハーフマラソン完歩してたから帰ってぐっすり。2日目はまた別のカヤトーストワイワイカーフェイディエン、カーフェイは中国語でコーヒー、ディエンは店のことだね。ここもふわっふわで幸せのカヤトーストだった。ただローカルすぎて注文方法がさっぱりだったから、前のお兄さんに相談したら注文してくれて席の世話までしてくれた。シシエヤオくん、おお、シンガポールにも竹があるんや。出足かい。はい、バカでかい猫じゃらし、見てこれ。このパープル猫じゃらし20センチはあったよ。保護してる子猫のタモギにプレゼントできたら最高だろうな。まあこの時点ではまだ保護してないんだけどね。2日目にして2回目のマーライオン。マーライオンのよだれは日本の方が綺麗かもしれない。あれ、よく見ると MFG のビルあるじゃん。ひときわ高いビル群は金融街っぽいね。さっきのビル群の下にユーカリっぽい木がたくさんあった。これで椎茸栽培をすると小さな椎茸がたくさん生えてくるんだよな。植えたい。ついに昨晩目の前まで行ったのにスルーしたマリーナベイサンズの中へ。マリーナベイサンズ来ました。一番外側の建物、これが3つ連結してて、どこから一番上に行くのかちょっとまだ分からんねんけど、まあこれから探しに行こうかなと。めっちゃ広い、めっちゃ高い、でかい、広い、綺麗。1泊10万からでさすがに泊まれなかった。ホテル内に並木があるのもさすがだよね。てっぺんの船に登ろうとしたけど11時からでまだだったから、マリーナベイサンズの裏側にあるガーデンズバイザベイへ。柳と笹に囲まれながら壺みたいな木を拝んで、右手の甲で全体重を支える超人アルビノベビーを横目にたどり着いたのが、今回一番楽しみにしてたでかいキノコオブジェ。これをキノコと呼んでいいのかわからないけど、下調べの時に結構キノコとして紹介されてたから、もう公式にキノコでいいよね。そして14ドル、1610円でキノコからキノコへと空中散歩ができるから行ってみたんだけど、その時の様子は YouTube ライブのアーカイブを見てね。配信後にコロちゃんとパシャリにパシャったよ。でかいキノコとのコラボに満足したら、ローストダックのお店ホーカーチャン、またミシュランの一つ星を獲得した店だよ。さっきのフードコート形式の場所はホーカー、これは単独でホーカーチャン。これまでの食事で野菜不足がえぐかったからぶっ
太い空心菜みたいなのを追加で頼んだら、なんと一皿 7.8ドル、900円、全部で 18.6ドル、2150円くらいで、ちょっと高め。まずこのご飯だけ、ソースの味をいただきます。うん、うん、甘っ、甘ー、何やろこれ、うん、甘いソース、謎の野菜、空心菜太くしてチンゲン菜細くしたみたいな、うん、うん、野菜味がない。ローストダック、骨ついとるやん、骨までいけんのかな、なんかちょっと北京ダックみたいな。いただきます。美味しいけど食べにくいそしてやたらにこの箸の先が太いから、米を掴むことを想定してないから、細かい作業がなかなかできへん。やっぱ中華系やね、文化は。このソースが美味しい。骨がついてて食べにくいけど、これがかなり美味しかった。週8くらいでいけるくらい美味しい。12時になったら牛乳を置き出したティラノサウルスと、お客さんがぶちかましたジュースを掃除しているお姉さんの謎コラボ。ちなみによく物価で例えられるラーメンは2000円ちょっとだったよ。ラーメン食べないからわかんないけど、だいたい日本の2倍くらいかな。まあ高い。おお、シンガポールにも竹があるんやな。いや、ほんまに竹やね。木を取り入れとるということは、これ和風取り入れとんなと思ったら、これ石やないかい。これは経過木といって、木が長い年月をかけてミネラル分を溜め込んで石化したもの。さすがにこれで椎茸栽培は無理かな。フラワードームという温室、いや外より涼しいから冷室かな。24ドル、2760円で入場できるんだけど、入って早速でかいキノコがお出迎え。キノコやな、さっきの石のキノコやん。テンションおかしくてごめんね。おお、しいたけ、素晴らしい。草間彌生さんの作品もあったよ。キノコ好きはここでパシャるのがおすすめ。どうよ、このしいたけ欲しいか、欲しいか欲しいかって感じの顔やね。あーキノコ、あーと思ってるから多分よっぽど欲しい。うわ、サボテン通りに思わぬ知り合いがいたよ。わー、リトープスやん。リトープス、成長中の椎茸にナイフをセットした自動調理で登場したんだけど、覚えてるかな。いろんな木があるけど、これなんかチクチクした椎茸生えてきそうじゃない？栽培するとき地獄だけど。ちょっと触ってみようか。あ、痛い。何これ、しれっとえぐないこれ。何これ、平和の中にホラーがあるんだけど。意味がよくわからないけど、シンガポールはこういうごく一部で全体を支えるオブジェがやたらと多い気がする。チューリップは日本人からすると普通すぎて何も思わないけど、ずっと夏でチューリップが咲かないから珍しいんだろうね。ウツボカズラが石に。こっちはハワイでよくレイに使われてるラン。地味に620ドル、71,300円もするから、触って倒さないようにね。でもこれのキノコバージョンがあったら買ってたな。ついにやってきたマリーナベイサンズの屋上。32ドル、3,680円のチケットを買うときに、ジェントルおじいちゃんがジャパニーズやおはようって笑いかけてきた。もう1時半なんだけどなーと思いつつ、苦笑いでおはようお返したのは多分バレてないはず。おお、絶景すぎてテンション高めてごめんね。はい、ないよここ。これ落としたらもうすごい。どうなんだろう。昨日の噴水ショーがあったところで、まあワイオドリアンドーム。うわーすごいな、こんだけビルあんねや。
がインフィニティブスカイパーク展望デッキすごいしか出てけしかも適度に曇っとってちょうどいいカンカン晴れより。いやー実はここのもうこれもだいぶ船の先っちょやね。この船の先っちょで筋トレをするというのがシンガポールに来た一番の目的。ちょうど先端空いたから行こうか。今やったらできるでしょ。すげえ。うわ観覧車より上やん。これ観覧車乗らないんでええの。正しくは観覧車ではなくワイヤーで釣ってるフライヤーだったよ。まあ後にも先にもここでジャンピングスクワットと腕立てしたのは世界で一人じゃないでしょうか。腕立てもしたんだけど絵面がひどいからカットしちゃった。遠近ほうきのコラボでライブ配信しとったガーデンズバイザベイのでっかいキノコがあれめっちゃちっちゃい。でさっき行ったフラワードームがあの手前側の貝殻のやつシェル。さっきのキノコこれがないっていうのはこう、まあ、話したら落ちていくから上から椎茸売ってったわっていう事件になる。なんか昔はガラスのフェンスもなかったみたいなことを聞いて絶対物落とすじゃんって思ったけど今でも普通に落とせる状態だからあなたも物を落とさないように気をつけてね。なんか雷がまた昨日みたいに来るらしいんでもう終わりだそうです。とここでまさかの Light is coming! 雷が来てるから降りて降りてと強制退場。まだ登って10分ほどなんだけど10分で3680円はないよ。あと20時間ぐらいいるつもりだったのに。お手洗いのお手洗い場も美しいマリナベイサンズを後にして見て見て落選をしてる。この葉吹雪っていうのかな、火を使う仕事柄ずっと気になってたんだけどシンガポールの落葉っていつなんだろうの疑問がちょっと解決。どうやらちょっとずつ落ちてるみたいだね。常夏の不思議だ。めちゃくちゃ運転の荒いうんちゃんのバスで向かったのが99ロージュ女子ジョーラオショードリアンジェラートアイスのお店。その名もスティンキーボール、直訳で臭い丼。 6.3 ドル、725円。でこの緑の三日月もみたいなのがチェンダルというプリンプリンした餅みたいなもの。 3.9 ドル、450円。で合計1170円。いただきます。ドリアンペーストかな、うん、うん、よくなんかあのカスタードクリームに例えられるけどちょっと癖のある芋ペーストみたいな、そっちの方が近いかも。カスタードクリームというより、うん、あ、後ろのは普通にアイス。おいしい。でこっちはなんかよくわからんプルンプルンの緑の細いの、何これ。ちょっとプルもちもちっとはしてないかな、プルプル、うん、であんこ、うん、豆乳みたいな感じかな。変わった味や。まあ美味しいけど臭くはない。また中華街で別の稲葉物100人乗っても大丈夫があったよ。そしてやっぱり中華街には乾燥椎茸がずらりと並んでた。だいたい18ドル、2000円前後。やっぱ中国産かな。でもひび割れ方が原木栽培の椎茸っぽくていいね。さっきはオブジェだったけどめちゃ苦いキノコのレーシも売ってた。かなりでかいよ。 100g5 ドル、575円。価格はうちのレーシと同じぐらいかな。
黒いレーシもあるんだ。初めて見た。見たことある？価格もちょっと高くて 100g7 ドル805円だよ。しかも日本語と同じ意味かわからないけど野生って書いてある。ワイルドだろう。ここは一番栄えてるダウンタウンの中にあるラウパサと呼ばれる方か。キノコ料理あるかなーとさっと見渡してみても意外とない。見逃してるかもだけど、シンガポールの人はキノコ食べないの？ってくらいない。ここで同業他社と遭遇。同業者を、同業者すっげー豪快に焼いてるんですよ。スコール降ってきたらどうすんだろう。手屋台で豪快に炭火で焼き鳥焼いてる。あとこのラウパサは上から見ると八角形で、出るときはどの方向に出てるのか全く分からなくて、雰囲気で歩いていくと私みたいにただ2キロ無駄に間違った方向に歩いて帰ってくるだけになるから注意してね。キノコばかり育ててる田舎人からするとビル群の真っ只中で新鮮だったよ。まあそれはそれで優雅な散歩タイムだけどね。朝に行った壺みたいな木のところで腕立てとジャンピングスクワットのヒートトレーニング、開放的で最高。ただこの後水分不足でやばくて、シンガポールは水分と野菜の補給が難しいから気をつけてね。よく見たらこの壺の木めっちゃトゲあるから椎茸栽培には向いてないな。そして本日2回目の巨大キノコのライトショー。こんな光ってるキノコ夜光竹でも再現無理だよね。ちなみにマリーナベイサンズの噴水ショーとこのキノコショーが2大ライトショーらしいよ。2大ショーはどちらもタダで見れて、毎晩2回ずつは必ずやってるみたい。ただキノコショーは噴水ショーと違ってめっちゃ狭いところにかなりの人が集まってるから、帰るときは暗い中の上大混雑。日本でいう花火大会後の帰宅ラッシュに似てるかな。ここから見たらちっちゃいなあ。あんなにド迫力だった噴水ショーも帰り際に遠くから見たら豆粒で、少し人類の儚さを感じた。2階建てのダブルデッカーでカプセルホテルへ直行。超眺めいいから絶対2階の先頭に座ってみてね。ビザタッチの便利さも味わってみて。2日間を振り返ってみるとキノコ料理一つも食べれてないね。ちょっと他に魅力的な食べ物がいっぱいあってさ、そっちに行っちゃったんだよね。後ほどトライしてるからそっちに行こう期待。